道草をくぐり込め、始まるよ。ということで今回はノーマルクエストの募集展開話をご紹介します。さあ始まるざますよ。行くでガンス。ふんがまともに始めなさいよ。どうぞ。綺麗なお花畑ですね。お夕飯に使えそうな食材はあるでしょうか。道草をくクリア様、魔物もおりますので、あまり遠くまで行かれませぬよ。そうよ、だいたい温室育ちのお嬢様が採集なんてしてもね、野草で料理なんかできないでしょ。ギャルちゃんは虫を食べようね。これでも雑草食には詳しいんです。例えばこの実はムカゴに似ています。茹でたらきっとジャガイモみたいな味がしますよ。まるでヘビ博士だな。意外だわ、クリアってこういうの詳しいんだ。サバイバル好きとか。今までの感じ見てるとそうでもないわよね。普通に植物が好きなだけでは。実は苦労人だったり。ギャルちゃんみたいな過酷な家庭環境だった。クリアちゃん、どうして雑草食に詳しいんですか。よう聞いた。それでこそ男や。クリア、ギャルちゃんのツッコミがいつもより厳しいです。腹パン。もうそういうこと無神経に聞くもんじゃないわよ。昔何かあったのかもしれないでしょ。クリアちゃんはそんなタイプじゃなさそうだけど。どうしたんですか。なんでもないわ今。それより食材はもういいの。いいわよね、保存食もあるし無理しなくていいのよ。でもキャルさん、いつもと様子が違うような。話はワイバーンを倒してからだ。危ない。キャルさん、どうして私をかばって。それはあんたの護衛だからに決まってるでしょ。そんなことより魔物を倒すのが先よ。ツンデレオツ。はい、皆さんの足を引っ張らないように私も頑張ります。視聴者はミキたちは3部でいろんな子が登場したけど、どの子がお気に入りかな。3部がわからないアミキは好きなおにぎりの具でもコメントしてね。キー、なんとか倒しましたね。キャルさん、ありがとうございました。いいって、かすり傷だし。私はただ護衛任務をこなしただけよ。ツンデレオツ。キャルちゃんってば照れちゃって。ちょっとびっくりしましたけど、魔物も討伐できて食材もゲットできてよかったですね。そうですね、魔物も食べられるだなんて最初はびっくりしましたけど、一石二鳥で素晴らしいです。ペコリーヌさんにはいいこと教えてもらっちゃいました。ゴブリングレイトにかぶりつくクリアちゃん。クリア、雑草食に続いて魔物食まで覚えるなんて、あったってこわ。食おうと思えば何でも食える。昔何があったかは知らないけど、今は無理しなくていいの。ちゃんとしたもの食べなさい。苦労してきたならなおさらよ。え、無理？苦労？何のことですか？何って、あんた雑草にこんな詳しいってことは食に困ってた時期があったってことでしょ。花が好きな兄貴は花を食ってたってマジ。もうキャルさんったら違いますよ。私が雑草食に詳しいのはずっと祖母に教えてもらっていたからです。そういうことか。祖母は大きな温室を持ってたので。金持ち。祖母？雑草食はおばあちゃんの知恵だったってこと？何よそれ、つい心配しちゃったじゃないの。平和が一番。これは失礼しました。でもお心遣い本当に嬉しいです。そうだ、このお詫びに今夜はエノコロクサのハーブスープなんていかがでしょう。ドーピングコンソメスープだ。エノコロクサ聞いたことないわね。どんな味なの。麦や番茶に似たお味です。別名は猫じゃらしと言います。知っているのかママ。猫じゃらし。いや、私のこと猫扱いしたでしょ。したわよね。僕の猫じゃらしで遊んでごらん。ボロン。キャ
ルさん可愛いなって思っただけです。キャルーケイゾエイゾ。キャル様、すっかり手玉に取られていますね。クリアちゃん、意外とやりますね。アリス、知ってます。こうなったら私とキャルちゃん可愛がり合戦です。負けませんよ。そんな合戦始めるな。ところでそろそろ3部にもギャグ枠のキャラが欲しいところ。みんな真面目だし。みんなお疲れ様。アキラ、後片付けはあんたがやっときなさいよね。一人で。人使いが荒いな妖精さんは。ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねと高評価も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしい子がいたらコメントしてってね。では、サラダバー。動画のいいねとチャンネル登録もよろしく。